Na dann los. Ich bin Super Vegeta. So. Den hauen wir noch platt. これから地獄を見せてやれよ、ベジータ。本気にさせたいようだな、この私を。はっ、Und wenn es auch ging, er schnell und Stufe Aufstieg war. Jawohl, sehr gut. Do ja, das Schüge des Sagats Kissigit ist mal Tarasina. Bakana Kissama war Besitzer da. Tschigano, Tschigauna.俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわ、チクショウ、チクショウ、完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。Superheiler Text der Kampfkunst und Ultra Gripsbrot. Tja, wenn Vegeta sich darauf einlässt, dann wird er ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich. Yoshi. 10 Meter 以内. このコントローラーで18号をストップさせても、チャンスは今しかないんだ。じゃあね。あ、お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは。私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。ほう、父さん、まさか。
お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け。父さん。Das war ein Fehler, Vegeta. 父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というけん。しまった。目が。やめろ。18号。くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。Set. Vegeta hat es also geschafft, ihn perfektionieren zu lassen. Dekiagari ka. Zui ni Cell wa 18号 wo kyushuu shite kanzen tai e to natta. 18号 wo kyushuu sare, Krillin wa ikari no kobushi wo Cell ni mukeru ga.圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ。全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。Das war auf jeden Fall ein Fehler, Vegeta. どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。覚悟しやがれ。Sehr schön. Voll erwischt. Sehr gut. だからウォーミングアップと言ったではないか。Ah, Mist. Feuer erwischt, verdammt. Der
あわ。さあ、カム。あわ。すぐ終わらせてやる。あ、そうそうそう。ああ。Sei nicht irgendwann mal fertig? Na komm. Jawohl, geht doch. Erledigt. Und noch ein Aufstieg. Sehr gut.おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。Na, es passiert jetzt auf jeden Fall. しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス。お前を殺すぞ、セル。強気なセリフだな、トランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。の木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。じゃあ、はあ、お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。
お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル、武道大会の目的は何だ？そして最終目的は？武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。なあ、それでは楽しみにしているぞ。